さーてと、今日もいつも通りアモンガスやっていこっかな。よいしょ、ゲームスタート。お、部屋入れたかな。よしよしよし。お、僕赤のキャラクターか。どんどん入ってくれない人。お、待って、もう始まっちゃう。よしよし、やってっか。あれ、なんか4人しかいなかった気がする。お、インポスターだね。よし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 、早速ね、インポスターやっていこうと思います。いや、ちょっと待って。おかしくない？4枚ら出れたということで、今回なんですけども、なんかね、アモンガスなのかな？アモンガスに似た謎のゲームをインストールしたんだけど、なんかね、おかしいんだよね。え、しかもさ、マップ、途切れてるやん。何これ？っていう茶番は置いときましてね。なんかね、アモンガスのホラーゲームつったりのかな？これ見つけたんで、今日はね、早速やっていこうと思います。なんかめっちゃ面白そうじゃない？みんないなくなっちゃったんだけど。英語だからね、ちょっとあんましわかんないんだけど、なんだろう。みんないなくなっちゃったからボタン押すの。お、来た！てんてんてん。Nothing? あぶな。ん？どういうことだ？ボタン使えなかった。え？びっくりした。何？何？びっくりした。え？なんか動かせられるぞ。青がいる。ボタン押したからついてきてくれたのかな？え？ドクドク。なになになに？びっくりした。え？ゾウのお尻かと思ったわ。え、ごめん。これ、青だよね？さっきの青だよね？なんか。目のとこのガラス割れて、なんか血が出て怖いけど。え？待って、怖い怖い怖い、ないないない、怖い怖い怖い。あ、びっくりした。夢？夢っぽいぞ。え、動かせられない。なんだこれ。お？なんか、色が、なんか変わってる。ないない、なんか今なんか英語出てた。なんて出てた？You なんとかって出てた。You escape? You なんとか escape? ちょっと待って、面白い面白い面白い。普通だったら怖いんだろうけど、なんか面白いからやめて。うん、さっきゾウのお尻とか言ったから、ゾウのお尻にしか見えてこないから、本当にやめて。うん。何これは、青を殺しちゃったから、青が、呪ってきてる的なニュアンスなのかな。全然わかんない。あ、すごい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 。Hey, are you Evan? Listening? やばい、ちょっと英語できなさすぎて、わかんないから、日本語でお願いします。え、誰？誰？うん。もうね、それしか突っ込めない、僕。うん、そして、誰？キャサリンとマイケル？あ、この人はジョンだね、多分。うん。サリーだね、この人は。うん、ごめんなさい、超適当に言ってます。中学校の英語の教科書らへんで出てくる登場人物の名前適当に言ってます。お？なんだ？なんか上行ける。え、アモンガスのマップでさ、こういう部屋なかったね、多分。な、これ。あ、血がついてる。怖っ。え、これいつまで続くの？こう、わーとか出てこないよね。さっきのゾウのお尻。あ、ゾウ、すいません。青のおやつ出てこないよね。あ、今度右に血がついてる。これ、合ってるのかな？左に血がついて。次どうせ右でしょ？早く早く。あ、違う、血がでかくなってる。あ、どんどんついてる。あ、すごい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 。え、お墓があるよ。調べることができない。あ、ここもお墓がある。え、だから血の量やばくね？え、なんか足が遅くなった。え、何事何事？はっ！さっきの青じゃん。これ、青のところ行くのかな？はーい。え、待て待て。
なにこれ28秒。やばこれ多分帰らないといけない。急ごう。緊急タスクが。いや、この音聞くとさ、マジで焦るよね。え、これ、下に行くのでいいのかな ?14、13、12、11。え、これさ、30秒でさ、そんな下まで行けたっけ?結構長かった気がするよ、これ。え、大丈夫そうこれ。合ってるかな ?3、2、え、間に合わない。シーシュー言ってる、シーシュー。え?何事何事?ガチで怖いんだけど。まだシーシー言ってる。今のさ、緊急タスクってもしかして、酸素のタスクで今、呼吸音が聞こえるのかな?あ、始まった。え、なにここ?左から右に行けるみたいだね。え、怖い。けど、これってもしかしてエーペックスのレースのポータル?だったらテスト入るよ。容赦なく入っちゃうけどね。ダブルイコール、ERE。え、わかんないわかんない。とりあえずするしよ。なんか、入らせてくれなかったみたい。うん。またレースのポータルある、ここに。なんてもなるこれ。わかんない。とりあえず右に進んでけば、いい感じだよね、多分。で、このゲームの名前が imposter.exe っていう名前だったんだけど、何かそれと関係してるのかな?まあ、僕が今考察するには、僕インポスターでスタートしたじゃん。だから、倒されたクルーたちの怨念なのかなって思ってる。なにも出てきたよ。だとしたらめっちゃ怖くない?なに怖い怖い、今ゾッとした。なんか出てきた。なんか鏡がある、鏡が。あ、びっくりした!びっくりした、びっくりした!いや、びっくりしたんだけどさ、驚かせ方が、長いから、長いから、ちょっと、てさ、絶対来ると思ったよ。そういう驚かせ方を来ると思った。ちょっと、全然よくわかんない。なんか雪にぶっ刺さってんだけど。これ僕なのかな?さっき、うわーって言った、やつ赤色だったから僕だと思うんだけど。あ!わかったかもしんない。多分さ、鏡見て、鏡の中の自分に食われたって意味だったんじゃないかな。だってこれガラス割れてるもんね。顔のところ。しかもね、何をしても何も動かない。え、これ終わりなのかな?このゲーム助けてほしい、本当に。はい、ということでね、ちょっとね、あまりにも放置しててもこっから進まないから調べてみたんだけど、さっき僕がね、赤と黒の道を右に歩いてったら、3枚ぐらい確かね、絵画が出てきたと思うの、イラストが。で、そのイラストは、画家のギュスターブ・ドレシっていう方が描いたものであって、で、その3枚とも、地獄をモチーフにした絵画らしいんだよね。その絵画のテーマが、最も罪が重い行為は裏切りであるっていう意味が込められてるらしくて、で、その裏切り者は永遠に氷漬けにされているって言われてるんだって。でさ、これ多分氷漬けにされてるじゃん。この画面見る限り。で、多分ね、ゲームが終わんない理由って、永遠に氷漬けにされている。だからこのゲームを消さない限り、多分ずっとこのままの状態なんだと思う。今めっちゃゾッとしたよね。いや、わかる。僕もね、超ゾッとした。ということでね、みんなは、友達や家族、大切な人はね、裏切らないように、ご注意ください。それでは、こんなゲームでした。また次回の動画でお会いしましょう。じゃあな。